はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、12月26日月曜日ということでですね、今週も月曜ガチャやってきておりますので、おすすめ選手ランキングベスト5ということでやっていきたいと思います。で、今回なんですけども、コナミさんからね、前予告されていた通りのガチャが来ております。はい、こちらですね、シャイニングスターズということでナショナルチームセレクションガチャが来ております。ワールドカップ仕様のガチャということで、結構ね、割と僕はね、厚めのガチャなんじゃないかなと思います。メンツこんな感じなんですけれども、コナミさん、はじめに言わせてください。メッシどこ行ったんってことでね。いや、メッシはっていうね、まさか今回でメッシ来るんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、まさかメッシがいないということで、まあでもさすがにね、出さないってことはないと思うんで、これからね、何らかの形でまだ出てくるのかなというふうに思うんですけれども、結構今回多いですね。21名の選手来ておりますってことでね、かなりの人数来ているんですけれども、今回は週間 FP とかとは違って、無制限にね、ガチャを引けるといった感じなんで、欲しい選手がいれば、21回引けばね、絶対に引けるといった感じになっております。で、結構今回なんですけれども、能力値の上がり幅ってよりかはプレースタイルとかはね、変わってる選手が多いんで、なかなかね、こうランキング付けっていうのは難しいんですけれども、僕なりにね、ベスト5考えてみましたので発表していきたいと思います。よければね、参考にしていただければなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまず5位はこちらルディガーですね。5位に選ばせていただきました。この選手なんですけれども、特にね、プレースタイルとかも変わらずに、この選手はハードプレスで適性がセンターバックのみっていう感じなんですけれども、正直ね、指名契約権のルディガーよりかは若干能力劣るんですけれども、普通に今回はね、めちゃくちゃ最強クラスに強いと思うので5位に選ばせていただきました。18点まで上がる中でアグレッシブネスが84乗っかっていて、ボール出しとかも78乗っかってますね。頑張ってあげてあげれば90まで乗っかってくるんじゃないかなと思います。スピードも75、瞬発も69ということで、足も遅くないですし、ジャンプフィジカルもしっかりやって、セレも強いということで、このユリガーもね、最強クラスなんじゃないかなと思います。スキルを見ててもね、ヘッダー、ロングスロー、マンマーク、インターステップとエアバトル、スライディング、タックルということで、今回はね、ブロッカー持っていないんですけれども、前もね、結構解説していたんですけれども、ブロッカーあんまりないというのはね、気にならないんじゃないかなと個人的には思います。リューティーが今作ね、かなり強いということで、スタンダードも結構使っている方がいるぐらいね、本当に有能な選手になっているんで、しかもね、スタンダードでも強化されているということで、いいんじゃないかなと個人的には思いますね。逆足もしっかり使えて、内も小さいということで、ここもね、完璧なんじゃないかなと思います。ドリブル数値がね、あんまり高いわけではないので、使用感がね、軽いわけではないんですけれども、その分ね、しっかり刈り取ってくれて、フィジカルもあるということで、間違いなくね、トップクラスのセンターバックだと思います。この選手はね、当たりだと思いますね。ということで5位がリューディガーでした。続いて4位見ていきます。はい、ということで続いて4位はこちらロドリですね。4位に選ばせていただきました。今回のロドリがですね、なんとアンカーではございませんということで、センターバック登録のロドリ登場してきましたね。プレイスタイルもそれに伴ってビルドアップに変更されていますということで、一応できるポジションはね、 CMF、DMF、CB ということで、一応アンカーの位置もできると思うんですけれども、このロドリに関してはね、アンカーの位置で使うことはないんじゃないかなと思います。しかも結構ね、能力だいぶ優秀です。レベルが16レベルまで上がる中で、まず初期能力値からね、ディフェンス系の能力全部8を乗っかってるんで、ここもね、ディフェンス中心に上げてあげたら90まで乗ると思いますし、初期能力値、ドリブル能力値とかパス数値もかなり高いですね。センターバックでここまでドリブルとパス数値が高い選手というのはあんまりいないんじゃないかなと思います。しかもね、もともと結構スタミナもあって、若干足がね、遅めなのが気になるんですけれども、スピードとかね、脚力上げてあげて、70ぐらいまで上げてあげるといいんじゃないかなと思います。ディフェンス能力もね、初期能力値でかなり高くて、フィジカルもそこそこあって、しかもね、ドリブル能力値高いってことで、使用感も軽めになると思うんで、結構ね、いいセンターバックなんじゃないかなと、個人的には思ってますね。スキルを見ててもね、ライジングシュートをまた持ってますし、ワンパス、ルーパス、そしてディフェンス系のスキルだと、マンマーク、インターセプト、エアバトル、闘争心も持ってますということで、使用感の軽いセンターバックを使いたい方からするとね、かなりいいんじゃないかなと、個人的には思いますね。結構中盤でもね、身長も191センチあるんで、割とね、刈り取ってくれる印象があるんで、そういった意味ではね、このセンターバックロールで結構可能性あるんじゃないかなと、僕、思ってます。逆足の頻度も普通、精度も高い、波小さいということで、この選手もね、今みたいな C 環境でも使ってあげれるんじゃないかなと思います。ということで、4位がロドリでした。続いて3位見ていきます。はい、ということで3位はこちら、ガクポですね。3位に選ばせていただきました。なんとガクポがですね、ラインブレーカーですということで、ライブレガクポなわけなんですけれども、この変更はね、結構大きいんじゃないかなと、個人的には思ってます。ガクポ、僕もね、週刊 FP とかでも洗ったんですけれども、リンクフォワードっていうことでね、正直やっぱりライブレの方がいいかなっていう感じはしたんですけど、ライブレでね、今回しっかり来てくれましたということで、ガクポね、かなりバランスのいい能力値してますし、スキルも優秀なんで、個人的にはね、この変更結構いいんじゃないかなと思います。まず身長は、189センチありますということで、できるポジションがね、CF と左ウィングができるわけなんですけれども、レベルが25レベルまで上がるということで、タレントポイント48ポイントくれますね。初期能力値75以上のね、数値もかなり高いということで、このね、ガクポもかなりバランスよく育成できるんじゃないかなと思います。自分好みに結構育成できそうですね。僕はバランスよくスピード、瞬発もドリブルとか、
全体的にバランスよく上げてあげた方がいいんじゃないかなと思います。スキルを見ててもね、学部このスキルがね優秀なのはかなり特徴的かなと思います。ダブタを持っててね、根幹を持ってて、ミドルシュート、ドロップシュート、そしてスルーパス、ピンポイントクロスを持ってますってことで、フォワードでねスルーパス、ピンポイントクロスを持っていて、しっかり根幹とかシュート機のスキルを持っているということで、まあフォワードとしてもねかなり優秀なんじゃないかなと思います。まあピンクロ持ってるんでね、ウイングでも使えるかなとは思うんですけれども、まあ、身長も高くてね、使用感がまあめちゃくちゃ軽いっていうわけではないと思うので、個人的にはやっぱり CF 起用がいいんじゃないかなっていう気はしてますね。で、逆足の頻度が高い、精度が普通、波小さいということで、逆足使えるのもいいポイントかなと思います。まあ、前回登場した週刊 FP の学部は、まあ、リンクフォワードっていうことで、まあ、結構前線でね、起点になって、まあ、チャンスメイクするみたいな役割が多かったかなって思うんですけれども、まあ、この学部に関してはね、能力値もバランスいいですし、スキルもしっかりシュート系のスキル持っていて、しかもラインブレーカーということで、まあ、完全にストライカーとして活躍してくれるんじゃないかなと思います。まあ、前回ね、週刊で学部を引けなかった方はね、ここの学部を引いていただけたら、能力的には週刊の方がいいんですけれども、ラインブレーカーってことはね、今回の方がワンチャンいいという説もあるので、この選手当たりなんじゃないかなと思います。ということで、最後は学部でした。続いて2位見ていきます。はい、ということで2位はこちら、グリーズマンですね。2位に選ばせていただきました。この選手がですね、なんとチャンスメーカーに変わってますということで、この間週刊 FP 来たグリーズマンもね、チャンスメーカーに変わっていたかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、本来スタンダードだと2列目からの飛び出しなんですよね。それがチャンスメーカーに変わってますってことで、個人的にね、チャンメグリーズマンかなり使いたかったんで、これはね、嬉しいというか、かなり当たりなんじゃないかなと思ってます。能力値もね、この選手も全体的にかなりバランスいいですし、23レベルまで上がりますということで、もともとね、オフェセンとボールコントロールが80乗っかっていて、それ以外もね、70後半の数値かなり多いんで、まあ、めちゃくちゃバランスよくね、高い数値になるんじゃないかなと思います。しかもね、今回もしっかりスーパーサブ持っておりますってことで、スキルも優秀で能力もバランスよくて、しかもね、2列目からチャンメに変わりましたってことで、これ結構いいんじゃないかなと思いますね。正直今作ね、2列目よりチャンスメーカーの方が好きって方もね、結構多いんじゃないかなと思います。スキルもね、ダブタ持ってて、ライジングシュート、コントロールループ持ってますね。アクロバティックシュート持ってて、ワンパス、ルーパス、ピンクロ持っていて、スーパーサブということで、スキルも文句ないんじゃないかなと思います。できるポジションもね、両ウィングできて、CF、ST、OMF までできますってことで、前線でもね、かなりできるポジションが多いんで、まあ、有能スーパーサブですね、本当に。まあ、中央でもチャンスメーカーとして使ってあげれますし、サイドでもね、ピンクロ持ってるんで、しかも使用感も軽いということで、まあ、ウィングとかで使ってあげると全然いいのかなというふうに思いますので、まあ、ベンチに1人入れておくとかなり有能なスパサブなんじゃないかなと思います。選手の特徴というところもね、逆足の頻度が普通、精度が普通、波小さいということで、一応ね、まあ、逆足普通なんで使うポジションはね、気使ってあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、学歩同様にね、結構いい、まあ、プレイスタイルの変更なのかなというふうに思うので、2位に選ばせていただきました。まあ、2列目からよりやっぱりチャンスメーカーがいいよって方はね、獲得必須級なんじゃないかなと思います。ということで2位がグリーズマンでした。続いてラスト1位見ていきます。はい、ということで1位はこちら、デパウルですね。1位に選ばせていただきました。この選手は今回の結構目玉と言ってもね、過言じゃないのかなと思ってます。レベルがね、32年までまず上がるということで、多分今回のガチャで一番上がるのはこのデパウルかなというふうに思うんですけれども、レベル上限かなり高いですよね。しかもボックス2ボックスということで、デパウルね、本来2列目からの飛び出しなんですけれども、これもね、 B2B に変わっております。これも結構いいね、プレイスタイルの変更なんじゃないかなと思います。やっぱり今作はボックス2ボックスかなりいいということで、まあ、CMF で起用する方はね、デパウルね、2列目からよりさらに良くなっているんじゃないかなと思います。で、相変わらずね、できるポジションも両ウイング、両ハーフ、そして中央だと ST、OMF、CMF ということで、できるポジションもね、かなり多いですし、まあ、能力値ね、もともと80乗っかってるじゃないんですけれども、75半の数値かなり多いですよね。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープもね、ここも79ありますし、フライパスも79ありますし、グランダーパスも77ですね。スピード瞬発も75、76ということで、全体的にね、かなり高い数値でバランスが良くて、しかもレベルも32レベルまで上がるということで、このデパールはね、かなり強いんじゃないかなと思います。で、しかもね、今回もスキルもしっかり優秀ですということで、ダブタ持ってて、根幹持ってて、スルーパス、バックスピンロブ、ピンポイントクロス持ってますと。で、あとキャプテンシー、闘争心とか持ってますってことで、やっぱり中盤としてのスキルかなり優秀ですよね。まあ、ピンクロとかスルーパス持ってるんで、中央はもちろんなんですけれども、まあ、サイドハーフとかで使ってあげても面白いんじゃないかなとは思いますね。で、しっかり今回も逆足の頻度が高い、精度が高い、波小さいということで、逆足がね、しっかり使えるんで、右サイド、左サイド、どちらでもしっかり使ってあげれるんじゃないかなと思います。まあ、このレベル上限でプレイスタイル変更で、相変わらずね、かなり強いと思うんで、個人的には今回の一番の大目玉はデパウルなんじゃないかなと思います。はい、ということですね、今回ワールドカップガチャですね、ナショナルチームセレクションガチャやってまいりましたということで、おすすめ選手ランキングベスト5やっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。個人的には21人もいるってこと
で、こうベスト5をねこうつけるのが正直なかなか難しかったんですけれども、プレイスタイルの変更とかも加味するとこんな感じかなっていうところですね。まあでもね、クルトワとかビリンガムとかバルベルとかね、ブルノ・フェルナンデスとか他にも優秀な選手めちゃくちゃいるんで、まあ、ここら辺ももちろんね大当たりかなって思うんですけれども、プレイスタイルの変更とかも加味するとこの選手たちかなということで5位に選ばせていただきました。まあ、引くべきか引かないべきかというところなんですけれども、個人的にはね今回のガチャ引いていいんじゃないかなと思いまして、まあ、若干パックで被ってる選手もいると思うんで、まあ、パック買っちゃった方はねそこら辺要注意していただければなっていうふうに思うんですけれども、パックとかもあんまり買ってないまだ美課金の方とか無課金の方とかはね結構半分以上というかもうほとんどの選手が当たりガチスカ級で使える選手なのかなというふうに思いますので、個人的には何回かだけでも引く価値あるんじゃないかなと思います。結構プレイスタイルも変更されているということで貴重な選手が多いんでね、そういった意味でもね価値のあるガチャなんじゃないかなと思います。はい、ということでこんな感じで今日は月曜ガチャの方を解説させていただきました。フットボールの動画ね毎日投稿しておりますので、よろしければコメント高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画お会いしましょう。じゃあねー。